人でアイス食べるんだった。やば、夏じゃん。食べる？食べやん。関西弁我食べやんねん。え、でも本当にささ早く食べるね。わかった。我食べやんねん、タラコン。ショタこんばんは。マトちゃん、やっほ、今日も来てくれてるし、ツイッターもリプもくれるしね、いいねもくれるしね。ひーちゃんいる。ひーひー、これね、あと充電が 3%。 でもしおり特ボートで使ってた携帯も今充電してるから、これが切れたら充電が切れたってことね。なに？はいよ。パータこんばんは。おもちくんこんばんは。ハマこんばんは。キーさんこんばんは。かわいい。ピンスしおり。ビビ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 。ジュライこんばんは。カボちゃん、カボちゃん、ヤッホー。ほんと仲良くない、もともと仲いいけど。メンバーにちょっと惹かれるくらいの仲いいけど。あー、敵にもーそう、明日ふみしおりの波動見てね、みんなお願い。まーちゃんこんばんは。マキュー、マキューちゃん、マキュー、マキューポーズ久々にした。鈴木鈴木、あ、どうも。今日の服、これはもらった服よ、ファンの方に。どう着てみた。ちょっと若い、若いよね、ちょっとこれ。浮かなアフロダイナマイ、なんかね、なんでもない日のプレゼントでもらった服と、誕生日とかクリスマスとかじゃない。モンチーやほ、モンチー、モンチー、すごいじゃん、かわいい。早く会いたい、楽しみ楽しみ、来週会えるよね。ふぅ、なんかさ、すぐるちゃん前なんかしおりちゃんを摂取したら安心するみたいなとこあったけどさ、しおりも安心する、顔面みたいな。キャラキャリーナミモちゃん、ケイさんこんばんは。モさんお誕生日おめでとう。リブリブしたら早く買ってきた。誰かのために。対戦相手の桜井さんは昔からの知り合いなので、よろしくお願い、よろしくお願いします。レボリューション、ゴン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 。さっきはありがとう、泣いている。早かったでしょ、誕生日のお祝い。それでぼこしといてください。知り合いなのに。貸していく。エンさんの？チャレ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 ンジ。ハンドハマーこんばんは。つかのんこんばんは。来たよ。今日はトークポートでした。ダイナマイ。ダイナマイ。ダイナマイ。ダンス。ヤッホー、ヤッホー。ハッキーやっぱりくれた歌、おすすめの歌、それともしおりのツイートと言葉が似てたかな。ダーダーダーン。髪もボサボサになっちゃった、髪の毛。今日は昼からお出かけしてたの。今日はボイトレに行った、病院に行きました。エン
井さんの桜井さんガオだぞって言うとビビるのでガオしてあげる。人見知りだからできない。5回ぐらいあったらできるかも。月たんこんばんは。ね、残り 3% リスターさん持ってない。それラブフロムファイストの途中で電源落ちると予想したろ。せーので、突撃だ。月たんこんばんは。つーつー、ソーセージさんだ。ソーセージさん、クロさんこんばんは。コパンちゃん、腰の病院。うん、腰の病院じゃない、主治病院ね。いつも3つ行ってるから1ヶ月に3つ、違う分野のね。でも明日は本当にそう、3日前ぐらいにさツイートしたかんだけど、そう、元々私ヘルニア持ってるんですけど、椎間板の、あと神経痛、そことこう同じ線にある神経、足の付け根が神経痛の2つの病気あるんだけど、再発して最近多分気圧だと思うんだけど、明日波動で絶対耐えきれないの。だからちょっと午前中、午前中12時ぐらいからなんだけど、しかも病院がなかったんだけど、ブロック注射って言ってきます。バーンで明日の波動と20のワンマン、そっからの遠征、山梨行ったり横浜行ったり、お誕生日を全部乗り切ります。それでね、ちょうどいい、この1週間ぐらいで打ってくる。バーン、注射怖い、泣きながら打ってくる。タラ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 。今日はね、腰じゃないよ。でもね、今日ね、そいつもね、今日行った病院だと、なんかしより体のなんか全部がなんか変でね、なんかめっちゃ詳しく検査してもらうの、いつもどこが何グラム足りないみたいな、何が何とかで、なんか何が何とかとかってあんまり聞いてないんだよね。なんか最悪だと思うけど、なんか難しいからあんましちゃんと聞いてないの。なんかね、正直はね、マグネシウムと亜鉛と何かが足りないらしいよ。なんか今日言われた。でもね、何かわかんない。どれだったっけ。そう、なんかね。そう。なんか急に手足震えちゃったりするし、なんかいろんな症状がね、すぐ起こる人だから、なんか何ヶ月に1回精密検査を、精密検査じゃない、血液検査を受けて、なんかどこの数値が悪いとかを調べるの。今日はそれのところに行ってきたの。昨日はね、皮膚科よ。で、それはマグネシウム、亜鉛が少ないらしいよ。なんかすごい今日それを説明されて、よくわかんない、マグネシウムが足りないって言われても、そうだよねとかさ、わかんない、今私マグネシウム足りないみたいなのわかんなくない。ほら、その結果マグネシウムが足りないって、これ亜鉛ね、そう、血だって血が足りないらしいよ。だからなんかそのサプリ、お薬とサプリ、なんか怪しいサプリもだ、これさ、怪しくない、なんか怪しいサプリも変なの。コバンちゃん、コバンちゃん、ね、今日もらったから開けてないで、今夜から飲まないといけない変な薬ね。横山来た、姉ちゃんこんばん、ね、横山さ、薬屋さんでしょ、あんた。このさ、薬ってさ、大丈夫なやつ、このサプリみたいな。これさ、怖いんだけど、これちょっと、ちょっと疑ってるから、これ本当に大丈夫なのかって聞いたことあるフレーズだったっけ。なるほどね、ふみなできる、確かにワンチャンできる。欲しくない、姉ちゃんこんばん、福岡4月の遠征行きそうで嬉しい、本当に福岡だよね、楽しみにしてる。すぐ思い浮かんだもん。姉、妹、姉に、
姉って言いたいですが妹です。ハード頑張ありがとう、応援してね、本当にお願い。明日のね昼ぐらいにかけて載せます、あれこれにやってくださいみたいな。うわやばしくったわこれ見て、しくったよね絶対開け方、しくったよね。一人でもうそう夜中とかに見られる可能性が高いから、なんか戦略を少しでも立てるのよ。なにこれ、これうわ怖い、見て作ったやつクオリティ低くて改訂版作る、えクオリティ高低くない、それなんかあれしたもん、コピーした、あのリンクをコピーってやつにして保存した自分のメモと携帯のメモに。あとでまたは明日 DM してもいいですか、写真ではないです。何でもいいよ、どうしたの、何でも言いなさい、何でも言いなさいよ。ブオーン野村市、あの場所野外らしいよね、ね。いやなんかこうなんかね行きたかった、ずっと行きたかったんだけど、今までなんか予定に入ってたけどなくなったこととかあったの、イベント自体もなくなったこともあったし、うちらが出なくなったってこと、なんか同じ日になんか違うイベントが入ってなくなったとかあったからね、やっとね出れるからねめっちゃワクワクしてるし、21日はその後ねやあのねサウザントクラブでねみおちゃんのラストライブがあるから、それに出れるのもねやるし、ショーフェトミーをもらう代わりにスグルミンスグルフェトフェトミンだよ。フェトミンって何っていうか超もらってる、安心する、なんか何なんかなんていうの、一つの壁を乗り越えた感じ、あ聞けーわらわら聞けーって何聞けー、まこまここんばんは、ライブタありがとう、さっきねえねえシールドさ、シールドガン、さっきフミとも話してたんだけどさ、シールドをガン捨ててさ他の2つまた3つに絞ろうかとも思ったけど、もしも相手の人がさめちゃくちゃさそのもうシールド立ててカチコチしますとかだったらさ、こっちもちょっとは立てないとさ太刀打ちできなくなるじゃん。それかもうさ段数とか速さとかさ大きさにさ振ってさ、もうそっちでめちゃくちゃ壊すっていうのも悪いんだけど、壊してたら攻撃もできないしどうしようって、まだねまだ迷ってる。優先順位はシールドはなくす、あ高くないけど、それを全部捨てるか捨てきらないかっていうこと。勝利姫もいろいろ大変、大丈夫よ私は姫様だ、えすごい、あ残り1パーだ、そのうち来てるよこの音楽。俺もまあ薬毎日3つ飲んでる、でもさあんま分かんないよね、毎日飲んでても何が効いてんのかとか、鼻水止まらんの花粉症じゃね、知らねえよ知らん、これも怖いんだけど、これでかすぎて、でも確かにそのこの精密検査とか、精密検査じゃない血液検査とかしてめっちゃ数値出すの、いろんなね、もうね何十項目って、でそれでなんか薬をなんか調合してもらったり作ってくれるんだけど、なんかそれをすることによってなんか全部なんか細胞とかなんかそのいろいろなんかなってるみたいな、よくわかんないんだけど、でなんか確かにめっちゃ私あのね前で飲んでた薬の副作用でお肌がボロボロになってるのがちょっとずつ治ってきたりしてきたの、あと前より鼻水が出なくなったとかだから、まあ、ある程度信頼はしてるんだけど、いつもその信頼する調合してくれたお薬とセットでなんかサプリメントをもらうの、でそのサプリメントがねいつも怪しいなって思ってる、なんかいくら当てても怪しいなと思ってしまう。マスヤホ、さっきの楽しかっただね。サイリウム。にがり餅歩いて、にがりってお寿司の、お寿司ならよ。医者が出すなら大丈夫しよう。そうそう。そう思うんだけどさ、一番高い時お薬さ、超高かった。かわいい。あ、広瀬来た。広瀬さん水にポタッてしてにがり、どういうこと、トークポートありがとうね、今日も楽しかった、楽しかった、今日もニコニコしててハリーと友達になったって話が一番ウケた、やばい
そうしてよ。え、一緒に行こう。一緒に行ってくれるってことでしょ。勝ち逃げするとき勝ち越し最強。そうなの。本当は本当にね、点を取らせないとかそういう意味ではね、絶対勝ち越しシールドに振って勝ち越しシールドにした方がいいんだけど、なんか正直その練習行ったのみんなで前波動のね、その時にそれはシールドを特化すると他の攻撃が結構おざなりになってしまうみたいな。もうシールドは使うのは上手だけど私、でもなんかその攻撃できないから一生点取れないみたいな。でも逆にめちゃくちゃ勝ち越しに行くならそれを極めるんだったらめっちゃ強いと思いますよって言われたの。でもあいつの弟子代なんだけど、でかって出来方次第なんだけど、エンさんがめちゃくちゃ無料ポイントが強いから、あと明日はそのあのニア有機生誕と被ってるってこともあって結構見てくれる人が少ないと思うのね。あのしがしょうがないんだけどね、これだからすごい怖くてね、明日大丈夫かなみたいな感じでだいぶビビってるんだけど、チャレンジだからなんかシュールとしてはここまでみたいな、なんか決めといて、なんかその第一試合とかで投げ波数の20をそこに投げてもらうとかにしようかなみたいな。なあでもな、そのせいで他のやつが1メーター上がらなかったとかったのめっちゃ悔しいしなみたいな、ずっと考えてる、ずっと考えてね、全然答えが出てこないの。え、もった行こうよ、一緒に福岡。お大事にね、ありがとう。福岡にあゆみちゃんからも言われて覚えててくれるのは嬉しいんだけど、私4月から大阪でえ、じゃあ大阪でやるってこと？え、けどそれはけどタイミング爆笑だね。え、大阪に住むの？だから大阪かなんかに、え、楽しい。会える確率さ高くなったくない？なんか福岡だったらさ、なかなかないじゃん。今までだってさ、それ5年やってきて、5年目だけど2回目だけどさ、大阪はもういっぱい行ってるから、これからも会えるかもと思って、めっちゃ楽しみ。全部飲んだらダメよ。これ1回に3粒らしいよ。なんか1回に3粒で 500mg 入ってますってやったけど、なんかマグネシウムが 500mg 入ってますって言っても分かんない。はいって、はい、全部はいはいはいって聞いてるから、覚えてることと覚えてないことがある。波動の絵かわいいの、え、かわいい、あのアクリルのやつでしょ。そう、ふみちゃんのやつが当たりますよ。ありがとうございます。送れるとき送らせてもらいます。送らして、うん、送って。おやすみ、しゅねしおりちゃん。おやすみね。おやすみね、しおちぽよ。間違えた、おはちぽよ、しおちぽよ、私。けいすけ、こんばんは。明日もライブ、明日はね、新宿レニーでライブがある。でも私は出ない。波動があるから出ません。私が次にライブ出るのは19日の隣ライブ、20日のワンマンライブ神田明神ホールで一部二部、21日が山梨の、山中国区からの横浜のサウザントクラブ、22が浅草で私の生誕で、23が赤羽レニーアルファ勝利シールド、シールド検索しても出てこない系のサプリ、どこでもらったの？え、名前言ったらバレるやん。え、出てこない系なの？名前はね、え、独自で作ってるやつなのかな。あ、独自で作ってるやつだった。わ、怖いね、なんかそう考えた。でも結構有名なとこだと思う。めっちゃね、調べたらね、その記事がめっちゃ出てくる。でもさ、え、このさサプリさ1万円ぐらいするんだけどさ、あるあるなの？そんなする？サプリってお薬代とは別にだよ。そんなする？こ、怖くてさ、めちゃくちゃ効くのかもしれないけど、そんなする？
9800円とかだった気がするんだよ。そんなするの？めっちゃびっくりしてる。壊してたら攻撃できないけど、シールドだけ出しても攻撃。そうなんだよね。どっちがいいのかって話だよね。シミコ暮らしと場所変わりたい。ダメ。勝ち逃げするとき勝ちこち最強。そう、超強いよ。ふくこんばんは。お寿司って何よ。にがりってマグネシウム、にがりってマグネシウムなの。いやマジ高いよね。9800円のサプリメント初めて見たんだけど、半信半疑でさ、今日すごいんんと思っちゃった。ほら見える、サプリメント9800円。んサプリメント9800円。よくしようとしてくれてるお医者さんに向かってこんなことを言うのは失礼かもしれない。と思って、どんななんかさ、YouTube 広告とかで流れてくるさ、定期購入みたいなやつよね。しかも独自で作ってるやつだからね、時怪しい。超失礼だ。なんて私失礼なのかしら。大概カチコチ最初に使うね。最初かね、最後に使うよね。うん。でももし相手がその応援ボーナスでポイントで10万とか超えてくると、10万の勝ちこっちでともう一生終わらないからとかだとマジやばいなと思うね。縦勘なんかなんとかしたくないのであればレベル2、あでも最大2までとかにした方がいいかな。なんかさ、3にしようと頑張ってる、それがちょっともったいないじゃん、その波数みたいなやつ。てかレベル2を超えたらもう OK ですみたいな。一緒に行くと実家まで行ってくれる？モンタの？モンタの実家どこなの？バンザイさんは衣装がハンデになってる。そうなんだよ。でもね、最近のあの波動の時は あの紅白って決めてる、うちら。靴も一番動きやすいのとね、スカートとかの関係も。確かにね、袖がね、つくとね。でもね、衣装はあんま関係ないんだよね。その、体の中心から出てる4つの。あの羽みたいなやつだから、ね、あ昨日出会って1500日だった。えすごい、なんていう日。私たち1501日を迎えた記念日。今日も可愛い。ヒロシだ、ヒロシ誕生日もうちょっとでよね。板丸見とおいて夜よ。こんばんは。噛みすぎた、むぐりしゅうみは取りすぎた、お腹ゆるゆるなので。そうなの、なんかあんまお腹ゆるくないんだよね。違った。まさか先生とか割とある方たくさん、楽しみにしてる。会えたら超楽しいだろうな。ふーちゃんこんばんは。今日もかわしいお洋服、これはもらってやるやつよ。なんかちょっと若いよね、地雷みたい。ほんとごちゃまにねごらんね。苦しむとマグネシウムのサプリがいかの夜を守れば。そうそうそう、その通り。とビタミンも入っちゃう。それビタミンも足りない。なんかでも前はね、ビタミン専用のねサプリメント出されてたけどね、それはね今回は処方されなかった。気をつけてね。毒ではないよ。浅草って調べたら椅子いっぱい出てきたけど、椅子ですか。はあ、誕生日も多分そうなの。浅草歌劇場って調べたらめっちゃ椅子出てくるよね。多分椅子だと思っている。でもスタンディングっていうやつも出てきたから、スタンディングにもできるかもしれないけど、椅子かな。でもどうなんだろうね。19日土曜日に東京お初しようくん、そうです、19日のね土曜日にいますよ。2つライブあった気がする。で1つ2つありますよ。嬉しい。あれ1個だったかな、まんまん前だから1個だったかな。嬉しい、会えたら。ハゲおやじさん、ハゲてるんですか。調整なら合わない場合はあるが、あ曲終わっちゃった。残り 1% で一生持ってない、すごい。どこまでいけるやろ。合わない場合はね、なんか自分でさ、なんか自分の少ない知識でさ
なんか適当に薬局とかで買うよりは絶対お医者さんにかかった方が。買わされてる。え、これ9800円やばいよね。ちょっとビビり。9800円。でもこれ飲んだら本当に変わるからって言われたら、はいって言っちゃうよね。持ってる病院ってサプリメント、そうなの。え、毎回ね、その漢方薬とかもね、もらうの。いつもその自分のために調合してくださった漢方薬と玉薬と塗り薬と、あの体のいろんな塗り薬とサプリメントがついてきて、一番した時は薬代サプリメント込みで2万とかした時あって、まあ2ヶ月分とかだからね、多いかもしれないけど、なんかあんまさ、いっぱいいけないからさ。もしかして藤崎家金持ちじゃね、え、全然だよ。だから他の生活を切り崩さなきゃいけないの。博多駅から1時間電車乗って田舎です。1時間、あ、そういうことか、実家の博多ってことか。全然よ。でもさ、田舎って本当に電車少ないよね。あとさ、一駅一駅の間隔広いよね。え、9800円高いね。空心マグネシウムって検索したら大塚製薬って会社が開設してるから参考にしてみて。分かった、あなたの会社ね、大塚さん。でも大塚製薬くらいさ、めちゃくちゃなるの、あの名前の知りたいとこあったら信憑性しかないよね。つるちゃん体ボロボロやないか。来月博多エンチェしようと。そうよ、人と博多弁わかんないけど、もうね、福岡大好き。え、こうすると山口と近いしね。ハゲてるんですかって、もしかして、え、だって気になる名前。ふみは、ふみはね、シールドに振っても立てれない可能性があるから怖いって言ってた。確かに、みたいな。この前のさ、TA さんの CM も言ってたけどさ、ああいうことになりそうじゃん、なのこちゃんみたいな。ハゲ親父にハゲてるんですかはえぐい。え、だってハゲ親父だったらさ、これでめっちゃふさふさ若かったらさ、ふさ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 ピンチケで。え、本当のところどうなんですか。私ハゲてる人好きですよ。こっそりお祈りとされてるんやなの。あ、お祈り大なら嬉しいけどね。若い時に比べると少し髪は薄くなったから。面白い。どこの人ですか。推薦コメントを投稿しました。ありがとうございます。このルームのですか。は、推薦コメントということを忘れてた。皆さんぜひ私のショールームルームに推薦コメント書いてください。可愛い、楽しい、大好きって置いてみ一言よけ。いや、でもさ、そのちゃんとしたさ、ところの人が言うとすごい信じられるなって思うよね。しかもあなた偉い人だから。笑っとる笑っとる。1800円、チェキ6枚ね。うちで9600枚取っても移り替えてくるよ。って考えるとね、あ、来週、先週福岡行ってました。出張辛いですねって言っちゃう。何が辛いの。ラブンチェル、ヤッハー、今日もお疲れ様です。あなたも青のりの保険適用がやって、ジャルジャルの呼ぶ医者コメントで言ってたね。マジ高いんか。それないか。それ仕方ないよ。あと、このこれにさ、こういうのにマーキングしてくれたさ、お金かもね。マーキング代。でもね、本当にね、そう言われてね、このね、なんとか処分析書みたいなやつを見たらね、なんかマグネシウムはなんか参考基準値が 1.8 から 2.5 らしいのし、 1.6 なんだよね。いけるよね。と、亜鉛、亜鉛は80から130が基準で83。でもよくわかんないけどな、この言われたところでさ、わかんない。だから出されたものを入ってて飲んだよ。オッケー。
げてないの？虫じゃないと。ハゲてる人が好き系虫ってきました。あ、でも別にハゲてる人じゃないと好きじゃないとかじゃないよ。ハゲてふーちゃん髪の毛長いでしょ。ハゲてる人好き、え、好き。ワチプロの髪の毛はあんまり覚えてない。あ、でもちょっと薄いか、わかんない。そんなこと言ったら観客がハゲだらけ。いいね、よの夜中ライブとかに光りそう。処理先の足見せくさい。いや、ハゲおじさんはどこの人ですか？どこ出身、どこのアイドルの人のファンですか？痛い腰にくれるかな。あー痛い、ウケ。センキュー。ハゲおじ友達なの？いちく友達？面白い子だから会いに行きますか。ヘルシー、こんな変なこと言っても引かないんですね。でも私思うんですよ、最初にシがどんだけ可愛い子ぼったというか、あのちゃんと失礼でやったとしても、あのどうせショールームとかかライブの時に話したらバレるから、この時に引いたらもう早めに引いてほしいですね。あ、後々知って引くとかやりゃもう今知っていただいて思いますわ。うふ、どこの人ですか？東京ですか？ワンダラ1万円で帰り際に帰りにお祈りいられるレトロでキットかわいい、面白いです、優しい、楽しい、アホ、やべえ、安心と信頼と実績の補助機する。あ、そうやって推薦コメント書いて、はい、これあのコピーして、ふさふさおじさん、モンタの髪の毛、モンタってキウイみたいな形の顔だよね。ペンライト代わりに頭に発光の、いいね。いやでも誕生日の時とかワンマンとかさ来てくれた、みんな水色のさできたよ。ちょっと薄いイメージ、うんうん、おはちぷよ薄いイメージあるよ。全部が揃ってる、ふざきしおりちゃんです、ふざきしおりちゃんです、全部が揃ってる。調べています。今腰やばいの、本当にこのね、いつからだっけ、この前のね、10何もだっけな、オフ会のね2日前ぐらいからね急に再発したので、なんかたまにあるの、数時間痛いとか1日痛いとかあるけど、このもういつでも痛い数日間ってことはもうこれから怖いから、明日ブロック注射したらどうするから、みんな安心してて、波動見てて、あー大丈夫って思わなくても注射したから。波動しゃがんだりして腰、そう絶対今のままやったら多分波動30秒で失神する。ジャッキーやっほ、ジャッキーありがとう、トークポート久しぶりに最高だった、本当によかったよかった、結果も聞いてね、楽しかったよ。さあ2回行ってた、言ってほしくない。ハゲージは神奈川市が在住で真っ白なキャンパスが主現場ですね。そうなんですね、私はパードリーが好きですよ。私アイドル好きなのでね、この世界で勝ちたい、一人で無理だな、誰かと手を取り合う、勇気があれば誰も強い。腰よしよし、キャーだよ、キャーだよ。嬉しい、ハゲ親父さん、ツイッターに何かのリプしてください、そしたら後で見る。俺ハゲ親父ですって。おはちぷよ、おやすみ、寝るの？さっきも おやすみって言って寝てないから多分寝ないでしょ。さっきから5時過ぎ、みっちーくん、5時ってるの？気づかないんだけど、5時ってることに。もうさ、休みありがとう、誕生日おめでとう。明日よりします、お休み食事を逃した、いいよ、じゃあ5秒間止まってあげるから撮ってね。1 2 3 4
度も説明を受けて君に会える日がまたやってくると思うと。人間ペンライトね。そうよ、それすごくない？でもコバちゃんは必殺これだから。いやそれ自覚しちゃう。推しから水色です。水色、水色、水色です。幼かった頃の恋の記憶を超えて。誰かが投げてくれた水色のサイド。誰？ミッチーくん、ありがとう。いい場所でも痛いが届くよって。モケモケのよ。トークポート終わってから椅子を片付けていたら痛くなったから痛み止めの。わかる。椅子となんか作業してたら終わるよね。あ、痛い痛いって。こういう面白い、優しい、神対応、全部が揃ってます。あ、それ書きなさいそれいいね、それいいじゃん。そのはめてはめて、みんな推薦のやつさ、書いてみてよ。反動より、そうなの、まず第一でも、もう頑張るから、こうやって。そしたら頑張れるからね。終わったらツイートするから、ご存知で嬉しいです嬉しいです私ゆうこちゃん好きだったんです、最初。もう卒業しちゃったけどね。タララ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 。直モードで陰性報告できてよかったよ。陰性でも18日は自宅だけ。18日までお家でいっぱいご飯食べたらね、いいと思う。くさくさくさ。このルームの推薦コメント投稿しました、ありがとう。後で終わったら見る。センキューピン。じゃあこの曲が終わったら配信終わりますね。あとね、3分20秒。ダイナマイダイナマイね。あと 1% しかないんだよ。ほらすごい持ってるね。しおりちゃん可愛いか。だ、寝れないの。あと3分後に寝れるよ。そしたらしおりの配信終わる。まだか。ハドの紙吹雪って最初に投げて、あ、いいよいいよ。そう、あのね、明日のね、明日の波動はそのまたね、明日の昼くらいかな、わかんないけどツイートするんだけど、あのね、その明日のあのねあの画像でツイートすると思うんですけど、それはなんかこれをいつ投げてくださいみたいな書くと思うけど、紙吹雪、集めてもらった紙吹雪は好きなタイミングで投げてもらう。嬉しい。で、チキンムーで大丈夫だよ。心のフリーダム、なんだってできるんだ。僕ちゃんだみたいながら、明日全力で波動さん、しおりちゃんは山を越えたんだと思って。キウイは喜んで、え、いいよ、キウイ。だって美味しいじゃない。立花ゆうこちゃん、え、好きだった。え、もうデビューしてすぐ好きになってフォローして、でフォローなんか返してくれたの。多分アイドルさんみんなフォロー返してて、もうずっと好きだった。でなんか次あのいつか対バンできたら学園とつろうと思って、あのとつった時にはいなかった。でとつって小野寺あずさちゃんと一回写真撮ったあれはいつだろう。なんかあの白となんかさ、メンバーカラーめっちゃ強い時のさ、衣装あったじゃん、ベレー帽のあずさちゃん。あのさ、髪の毛 この時代のあずさちゃんと写真撮ったことの、この時代めっちゃ姫カットみたいな。でもね、ゆこちゃん好きだった。でもなんか今なんか声優じゃないけどなんか新しい活動されてるよね。しかもめっちゃ有名になってて、やっぱ可愛いめっちゃ好きだった。ダイナマイトリピート、ダイナマイトリピート、ダイナマイトのように飲む。そうして、あとね、多分2分ぐらいよ。1分ぐらいかな。配信ありがとう。魔法のなんとかは、何これ、絨毯か。ないけど、高速にバスに乗って迎えに行く。やった、貸し切りで嬉しい。高速バスの運転手ってこと？そういうあるね。アラジンのように、みたいな。明日頑張って22日のチケット取ったわよ。使用予約でよろしく。ああ！ありがとうございます。スクショナウ。ありがとうございます。みんな22日、私と誕生日なので3月。
会いに来たり私の固定ツイートを見てください。あとは3月20のワンマンライブも一部二部制なんですけど、両方でもねどっちかでもね超楽しいので来てください。わかったよ。あとあそら明日のライブはレニーなんですけれども、あの私は波動のためいませんのでお願いします。あるみこさんです。そう、あでもあの最初のお披露目とかは見てないから子さんぶれないなんか昔から知ってるってだけですごい近くで応援したとかじゃないから子さんぶれない。よっちこんばんは。おやすみソルちゃん、本当に本当におやすみ。わかったよ。チチチチチチバーン。あと今日はフルダイナマイトの CD 撮ると、おオンラインで頼んでくれたやつか、よかった多分あの届いて。え、萩尾親父さん後でリプください。ひゅうこちゃんの妹ちゃんもアイドルやめてしまいました。そうなのか。え、やめたの知らなかった。なんか始めた時はすごいと思ったけどやめたの知らなかったです。今知りましたそうだったんだ。あと配信中にパラメータ確定っぽいので何パターンか考えた方が良さそう。配信中にパラメータして、あー次何しますかだよね。でもさ、その上がり方によってさ変わるやん。しおりちゃん目は治った？目普通治った。なんか変、コンタクトずれてるぐらいお疲れちゃんありがとう。明日よろしく。フリップしてください。スキップ。お疲れ様でした。あやすみ。ラプンツェルもお疲れ様。メンバーのためにも頑張って明日応援してお願い。そう、私たちの明日の試合がね、明日だけじゃなくてのバンジャジャパンとしてねずっとあの影響されるやつなので応援してください。20時からね、多分明日届く。お、じゃあ届いたらいっぱい写真撮ってラプンツェル今日もお疲れだよ。みちくん休み中、はぁ、あ、はぁ、お疲れ様、明日お休み、波動勝とうぜ。勝ちます、もう少しでも勝てるように頑張ります。1点でも多く取って1ゲームでも多く勝てるようにして、2ゲームは絶対勝ちたいんですけどね。うん、まつげちゃん今日のまつげどうぞ。初めて推薦コメントした。マジ嬉しい嬉しい。検閲通らなかったらどうしよう。え、見せて早く見たいんだけど。え、あれ審査とかあるの？推薦コメントって。お疲れ様でした。ありがとうふーちゃん。今日のふーふーちゃんの好きなとんがり口。うーん、おやすみなさい。ひろしおやすみ。萩尾じゃショールーム名なのでツイッターは別名でなあ、知ってる人だったりしてじゃあツイッターリプで俺萩尾親父って、それか俺ハゲてますでもいいですよ。バキューンバキューン。明日は完全勝利しか見えてない。そう、もうね勝ちたいですね。お願いします。ということで今日は配信を終わります。それでは